船後康彦さん令和新選組の船後康彦でございますどうぞよろしくお願いいたします本日も旧特報に関する審議でございますが冒頭に少しだけお時間をいただきたく存じます11月26日の文教科学委員会におきまして 高校受験における定員内不合格に関する質問をさせていただきましたが、時間が足らずに再質問できませんでした。このため、この件につきまして意見の見申し上げたいと存じます。人は自らの幸せの追求のために生きています。しかし、未だ世界には飢餓や内紛などで幸せの追求ができずに苦しんでいる人たちがいます。現在、 国内で紛争状態などはありませんが幸せを感じられない子どもたちがいます貧困や障害で高校から排除されている子どもたちもそうではないでしょうか26日の答弁によれば文部科学省としては全国でどのくらい定員内不合格者が出ているか把握していないとのことでしたしかし一億総活躍社会 すなわち、誰も排除しないインクルーシブ社会を目指すためにも、高等学校などに進学できなかった越の存在に目を向けることこそ、国の役割です。国として実態をつかむことは不可欠ではないでしょうか。定員内不合格者数に関する調査を早急にお願いしたく存じます。どうぞよろしくお願いいたします。 代読いたします。ありがとうございました。それでは、ここから給特法改正案について質疑を行っていきたいと存じます。まず1つ目の質問でございますが、変形労働時間制導入に関する質問です。先ほど議員から他の議員からもご指摘がありましたが、今月26日に行った私の質問において萩生田大臣は？ すでに導入している複数の国立大学附属学校を担当者が訪問し、状況をヒアリングしたところとおっしゃいました。そこでお尋ねします。このヒアリングはいつ、どこで、どのような方が、どのような方に対し、どのくらいの人数に行ったのでしょうか。大臣は10月4日の記者会見におきまして、変形労働時間制を導入することによる影響や根拠について質問を受け、それはないですねとお答えになっています。ヒアリングはこうした根拠となるものだという理解をされているのでしょうか。 ご説明をお願い申し上げます萩生田文部科学大臣国立大学附属学校のうちすでに1年単位の変形労働時間制を導入している学校に対し本制度の運用状況等について文部科学省としてヒアリングを行ったところです具体的には本年の5月から6月にかけ今回提出させていただいている改正法案の省内担当者などが複数の学校を訪問し その学校や国立大学内において、各学校の校長を含む管理職の先生方や、当該学校を設置する国立大学法人の人事担当者など、数名ずつからお話を伺わせていただきました。またその後も断続的に複数の学校に対し、電話にて省内担当者が本制度の運用状況等について聞き取りを行わせていただいているところです。船後康彦さん。 名護康彦さん代読いたしますありがとうございます関連して次の質問をいたします大臣は先日の国立大学附属学校のヒアリングを通じて変形労働時間制を導入した効果についてご紹介くださいましたしかし国立学校で高例があったからといって公立学校でそうなるとは限らないと考えます例えば部活動です平成29年度厚生労働省 文部科学省委託の過労死等に関する実態把握のための労働社会面の調査研究事業報告書によりますと行わなければならない量が多いと考える業務のうち部活動の項目を見ますと国立学校が0.15ポイントなのに対し公立は0.33ポイントに上りますつまり部活動の業務量が多いと考える割合は2倍に上ります夏休みに部活動を盛んに行うのは その部門での強豪・高校を目指す生徒も多くあり、彼ら、彼女らのためにも自明の理です。たとえ国立学校では実行できた夏休み休業中に休みのまとめ取りができたとしても、公立学校では難しいであろうことが容易に類推できます。さらに、文部科学省の学校教員統計調査から見ても、中学校の平均、週、教科等担任授業,数授,業授業時数、いわゆる持ち込ま数についても、 国立学校が13.3単位時間なのに対し、公立学校は14.9単位時間と上回っています。大臣はヒアリングによって良い影響をご紹介してくださいました。たとえその通りだとしても、公立学校で良い影響が出るとは思いません。加えて導入前に比べて勤務実態にあまり変化ないという声すら聞こえます。 国立での変形労働でもうまくいっていないのにより多くのコマ数を担当する公立において変形労働を実施するのは困難ではないかとすら思います大臣いかがでしょうかお見解をお聞かせください萩生田文部科学大臣学校内のすべての児童生徒を受け入れ義務教育の機会均等のための重要な役割を果たしている公立学校に対し選抜により児童生徒が入学しある意味では実験的な教育を行う 国立大学附属学校は、性格を異にしており、附属学校を設置している約9割の国立大学法人において導入されている1年単位の変形労働時間制についても、さまざまな形で導入されております。しかし、今回、公立学校の教師について活用するにあたっては、文部科学省において、本制度の趣旨が長期休業期間等における休日のまとめ取りであり、それに限って運用されるべき旨を明確にした上で、 指針において在校等時間の上限を遵守することや、勤務時間の短縮ではなく、休日のまとめ取りを行うことと規定することで、休日のまとめ取りという趣旨に沿った運用がなされることを担保することとしております。また、夏休みの期間における教師の業務については、今回の休日のまとめ取りを学校現場に導入する前提として、下期休業期間中の業務の縮減が必要であると考えており、文部科学省としては、 学校閉庁日の制定などを促すとともに、研修の整理・整銭、部活動の適正化、高温時のプール指導などの見直しなど、長期休業期間中の業務の見直しを求める通知を本年6月に発出したところであります。部活動の大会の日程を含めた在り方の見直しに関する関係団体への働きかけや、独立行政法人教職員支援機構の下期休業期間中の研修日程の見直しを図ること等により、 長期,長期休業期間中の業務の縮減と、それによる教師の休日のまとめ取りを後押ししてまいりたいと思います。実際に夏季休業期間中における学校閉庁日の取り組みは広がりつつあるとともに、一部の地方公共団体においては、部活動の大会の見直しも進められております。また、教職員支援機構においても来年は8月8日から16日の9日間は研修を実施しない予定としておるところです。 船後康彦さん代読いたしますありがとうございます次に教員の皆様の働き方を考える上で重要な学校の組織風土についてお尋ねいたします26日の質問でも触れさせていただきましたが学校組織の多層化管理強化の構造が長時間労働を招いているのではないかという懸念を持っており実際にそうした現場の声もあります 私は校長副校長長副以下管理体制の強化が多忙化化を引き起こししてていると危惧しております管理強化が私の仕事が役に立っている、私がここで働く意味、価値があるという承認欲求を満たせない環境につながっているのではないでしょうか、今の組織の構造的問題を大臣はどう捉えているのか、課題があるならどう改善すべきでしょうか、ご見解をお聞かせください。萩生田文部科学大臣 学校における働き方改革を進めるにあたっては、学校がこれまで以上に組織として対応していけるよう、教師間の役割分担を適切に行うことにより、学校の組織体制の在り方を見直すことが必要であると考えており、教師が児童・生徒としっかりと向き合う時間を確保し、教師本来の業務に専門性を発揮して、やりがいを持って働き続けられる環境を整えていくことが重要ですが、これは多層化や管理強化とは異なるものです。 一方、本年1月の中央教育審議会答申においては、年齢が若い、6歳児未満の子どもがいない、通勤時間が短いといった教師の勤務が長時間となる傾向が明らかになっていることや、教員勤務実態調査において、副校長、教頭が最も勤務時間が長い職となっているなど、管理職の負担の現状も踏まえると、現在の組織体制のままでは、学校組織マネジメントを十分に発揮できる状況ではないことなどが指摘されております。 このため、具体的には、特定の個人的属性を持つ一部の教師や、力量のある一部の教師に業務が集中しないよう、すべての教師の能力向上に努めながら、業務の偏りを平準化するよう、公務文書の在り方を適時柔軟に見直すこと、若い教師が増加している中で、管理職よりも教師に距離が近い主管教諭、指導教諭などが中心となって、 若手の教師を支援、指導できるような環境を整備すること、管理職に加え、主管教諭、指導教諭、事務職員などがリーダーシップを発揮できる組織運営を行うこと、事務職員の質の向上や、共同学校事務室の活用などの学校事務の適正化と事務処理の効率化を行うことなどが重要であると考えております。文部科学省としては、適切な学校組織マネジメントがなされるよう、管理職に必要な能力の向上に向け、 勤務時間管理や労働安全衛生管理を含む、労働法制の正しい理解などについての解説動画を作成し、公表しているところであり、今後とも適切な公務文書の設定等により、副校長、教頭を含めた教師の業務負担が軽減された講事例、成果を収集、横展開してまいりたいと考えております船後康彦さん。 代読いいたしまますすありがとうございます承認されなかった、つまり承認できなかった先生方の落胆ぶりは想像を絶するものがあります。もしそこに部活の順位が加味されていることがなどがあれば、昇格を意識する先生ほど指導に熱が入り、先生にも生徒にも不幸な事態を招くことが予想されます。昇格基準をお示しください萩生田文部科学大臣 校長や副校長、教頭などの学校の管理職への昇格を含めた任用については、任命権者である各教育委員会において、その責任と権限において実施がなされております。なお、学校教育法施行規則において、公立学校の校長、副校長及び教頭の資格としては、教諭の専修免許状または一種免許状を有し、かつ学校の教諭等の職に5年以上あったこと、 教育に関する職に10年以上あったことなどが規定されておりますが、例えば管理職選考試験の実施方法など、昇格の基準については、各任命権者において適切に決められているものであり、国として統一的な基準は示しておりません。え本年3月に事務次官通知においても、文部科学省から各教育委員会に対し、学校の教職員一人一人,人が業務改善の意識を持つため、人事評価について、 働き方も含めた目指すべき教師の姿を提示しつつ、一つ一つの業務について、在校等時間という観点から、より効果的、効率的に進めることに配慮することと通知しているところであり、引き続きさまざまな機会を通じて、周知徹底を図ってまいりたいと思います。 速記を止めてください。 船後康彦さん。代読いたします。ありがとうございます。私はこのせ、この世界の。ビギナーです。しかし一般企業は本社の。人事システムに沿って昇格いたします。教育界はそうではないのでしょうか。えー、あ、すみません。続きます。えー 評価せられるし側が納得できる可視化したシステムが必要だと考えます。え国がガイドラインを示すのも一つの手段と考えますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。萩生田文部科学大臣。あの先生の問題意識はあのよくわかります。あの例えば先ほど例示をされたように夏休みの部活動などに。 長時間頑張る先生がですね。あの評価を受けたくて、そういう行動に出るのではないかという危惧をおっしゃってましたけど、まさにあの今回の法律を機に学校の先生の働き方全体で変えていこうっていうのが我々のマインドであります。で、これは多分与野党を超えて同じ思いでいらっしゃるんだと思います。これからのあの部活動の指導っていうのは、短時間でどれだけしっかりとした効果を上げられるかってことが評価をされるんであって、長い時間。 頑張ることとがが必ずしも評価につながらないと思い思ますで、教員の昇格評価については、各教育委員会でそれぞれ基準や仕組みを決めておりますので、確かにあの国としてですね、大きなガイドラインというのは持っていないんですけれど、あの先生のご提案を受けて、あのえーまあ、教育委員会の実施性は重んじていかなきゃいけませんけれど、 あのこの法律の改正に合わせて間違ったその昇格の基準を求められるようではいけないと思いますのでその辺はしっかり留意して何らかの対応というものを考えてみたいと思っております船後康彦さん代読いたしますありがとうございますでは続いて法案で示されている指針の実効性の問題についてお尋ねします 指針の上限は月45時間、年360時間となっておりますが、例えば45時間を超えた教員が多数に及び、かつ数ヶ月にわたったという違反事例が起きた場合、国として指導を監督することは考えていらっしゃいますのでしょうか。28日に行われた参考人質疑で、現職教員の西村雄二さんは、指針を超えたような、もしくはそれに準ずる条例で定めているものを超えたときに、誰の責任になるのか、管理職に責任を問うことができるのか。 ととそこが非常に大事,な大事かなと考えておりますすと指摘をしておりますまさに現場,現場からの問題意識です。違反が起きた場合、誰かどのように責任を取るのでしょうか。企業を対象とした働き方改革法のような罰則なしで責任をどれだけ担保できますでしょうか。また、教育委員会による事後的な検証とはどのようなことを想定しているのでしょうか。そこに国はどのような基準で指導するのでしょうか。ご見解をお聞かせください。 萩生田文部科学大臣え指針を踏まえ、在校等時間が上限の目安時間を超えている場合には、学校の管理・運営にかかる責任を有する校長や教育委員会は、業務削減等の取り組みを積極的に果たす必要があり、業務削減等に向けた努力を行わないまま、引き続き在校等時間が上限の目安を大幅に超えるような場合には、校長教育委員会は、 こうした学校の管理・運営にかかる責任を果たしているとは言えないと考えられます。一義的には教職員の含む監督権を有する各教育委員会において、適切な対応を行うものと認識しておりますが、仮に、含む監督権者である市町村教育委員会の対応が適切でなければ、都道府県教育委員会が指導、助言を行うことも考えられます。またた仮ににに不適切な事事案があった場合にはは地方公公務員員員法において人事委委会会や公平委員会は 職員の苦情を処理することとされていること人事委員会または公平委員会に対していわゆる措置要求が認められていることに基づき人事委員会や公平委員会が対応することも考えられますその上でなお不適切な状況が続くのであれば管理運営の状況によって文部科学省としても必要に応じて指導を行ってまいりたいと思います船後康彦さん 代読いいいいたししままますすすありがとうございます続いてて勤務実態調査の必要性についてお尋ねします指針を導入するのであれば指針に沿った時間管理ができているのかどうかを調べるため勤務実態調査を3年ごとは言わずすぐやるべきではないでしょうか先にご紹介した西村参考人は自治体が変形労働を条例化する前に必ず勤務実態調査を行ってください。 2年後に変形労働で、3年後に勤務実態調査、この順番が逆なんですと提言されていますが、その通りと思います。さらに、調査においては、単に指針を守れたか、守れていないかを尋ねるのではなく、具体的な現状把握をする調査を行い、市町村別に実態を公表できるデータが不可欠ではないでしょうか。指針の実効性を担保するためには、客観的データを蓄積することが欠かせません。たとえそれが国にとって都合の悪い結果であったとしてもであります。 ict などを活用すれば現場の負担を増やさず客観的データを蓄積できるはずですいかがでしょうか萩生田文部科学大臣教員の勤務実態調査は学校における調査への回答の負担も大きいため中教審の答申通り3年後をめどに調査を行うこととしておりますが毎年度の文部科学省の働き方改革の取り組み状況調査においてすべての自治体における働き方改革の具体的な取り組み状況や 在等時間の効果的な縮減事例等について調査し、公表をします。このことにより、単に在校等時間の数値だけでなく、実際にどんな取り組みが業務の縮減にとって効果的だったのかなども含めて、きめの細かい情報発信に努めてまいりたいと思います。なお、3年後に実施予定の教員の勤務実態状況調査については、その後のその調査手法について検討してまいりますが、 例えば、今、先生からもご指摘のあった学校の ICT 環境、これ、3年後には、あのかなり、えー、かなりといいますか、もうあの画期的に変わっているはずでございますので、整備状況も踏まえつつ、オンラインによる調査実施も含めて、きめの細かい対応ができるように、検討を行ってまいりたいと思います。船子康彦さん代読いいたししまますすありがとうございます指針の実効性に関連して ガイドラインにおける特例的な扱いについてお尋ねいたします。ガイドラインには、特例的な扱いとして、児童、生徒等にかかる,る臨時的な特別な事情により勤務せざるを得ない場合について、1年の間で月100時間、年702時間の時間外労働、時間外勤務を認め,認めています。ガイドラインの Q&A によると、いじめや学級崩壊などの重大事案などを想定されておられます。 ただいじめの認知件数は約54万件認知した学校の割合は8割を超えていますいじめの対応というのは学校業務で向上化しておりいじめに関連する問題に全く関与しない先生方はおられないのではないかと推察しますここで懸念されるのはこの特例の扱いですこの特例があることである意味抜け道となり過労死ラインを超える労働が横行してしまうのではないでしょうかそうなった場合指針は事実上骨抜きとなってしまいます そそうならならいためにははは指針の準数はもちろんででですすがそれだけでは不十分です特,例の内容特例の内容の具体,的な具体化やルール作りを国として行うべきではないでしょうか萩生田文部科学大臣。本年1月に策定した公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインにおいては、長金4項目以外の業務を行う時間を含めて、 在校等時間として勤務時間管理の対象とすることとした上で、その上限の目安を原則として、1か月当たり超過勤務は45時間以内、1年間当たり超過勤務は369時間以内としていますが、児童・生徒等に係る臨時的な特別な事情により、勤務せざるをえない場合については、特例的な扱いとして、1か月当たり超過勤務は100時間未満、1年間当たりの超過勤務は720時間以内としているところであります。 えー、本ガイドラインの運用については、本年3月に Q&A を示しており、この特例的な扱いの対象となる人事的な特別な事情について、例えば学校事故等が生じて対応を要する場合、いじめやいわゆる学級崩壊などの指導上の重大事案が発生し、児童・生徒たちに深刻な影響が生じている、また生じる恐れのある場合などを示しているところであり、 いじめ事案にかかるすべての業務が特例的な扱いの対象となるものではなく、例外的かつ突発的な場合に限定されることとしております。うん、先生がご披露いただいた54万件、確かにです、ね、あのいじめ防止法が出て、できてからは、そういった実態がかなり浮き彫りになってきました。ただ、これは軽度なものも含めてきちんと報告をするという法律の趣旨にのっとって、小さないじめも見逃さないというのが、今の54万という数字になっておりますので、あくまでこの特例が使えるのは、今申し上げたような、 学級崩壊につながるとか、あるいは児童・生徒の深刻な影響がです、ね、あの本当に多くの人たちに関わるようなものについてのことでありますので、そこはしっかりとグリップをしてまいりたいというふうに思います文部科学省としては、このような限定的な運用がなされるよう、Q&A も含め、ガイドラインの趣旨の周知、徹底を図ることにより、各教育委員会や学校における適切な運用をしっかり図ってまいいりたいと思います船後康彦さん。 代読いこれまでさまざまな観点から、本法案の問題点を指摘させていただきました。本日、大臣からご丁寧なご説明をいただきましたが、それを踏まえてもやはり、本法案が教員の皆様の労働,環境関税労働環境改善に資するとは納得することはできませんでした。改め,改めて本法案に反対し、質問を終わらせていただきます。 他にご発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。この際、委員の移動についてご報告いたします。本日、江藤誠一さんが委員を辞任され、その補欠として小川勝美さんが選任されました。これより討論に入ります。ご意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べ願います。